せーの、夏美です。ラッコの森です。彼氏にサプライズでバレンタインで手作りチョコプレゼントしてみたい。というわけでですね、今日はバレンタインデー当日ではないんですけど、ちょっと早めのバレンタインデーのね、手作りチョコをプレゼントしていきたいと思います。なおは今お仕事で外に出ているので、で帰ってくるのが夜遅いので、その間にご飯を作って手作りチョコも作って待っていたいと思います。今日作るものは、去年もバレンタインデーで作ったんですけど、フォンダンショコラを作っていきたいと思います。前にね、作った時にすごいフォンダンショコラ美味しい美味しいって言って食べてくれたので、ちょっと今年もね、同じにはなってしまうんですけど、フォンダンショコラを作っていきたいと思います。それでは行ってみよう。はい、というわけでね、とりあえず材料を用意してきました。材料は板チョコが4枚と、バターが 80g、 卵が M サイズ4つ、砂糖が 80g で、小麦粉も 60g 用意します。で、こっからはもうずっとフォンダショコラ簡単で混ぜるだけなんですけど、その作業をね、ちょっとやっていきたいと思います。小さく砕いたチョコ、小さめにカットしたバターマーガリン入れて、ラップなし。とりあえず砕けって書いてあるので砕いていきます。なんかカロリー高そうなやつと通常のやつ2枚ずつ買ってきました。はい、というわけでね、今ねチョコとバターを溶かしました。見えます？こんな感じに溶かしてきました。そしたらね、次に砂糖と卵を入れなさいって書いてあるので、ちょっと入れていきますね。砂糖がさ、全然今さ、寒いからさ、塊になっちゃって、これ溶けるのかな、果たしてって感じなんですけど、ちょっと入れていきます。ガーッとよく混ぜ、書いてある。あー、無理かもしんないな。どうしよう。ダメだ。どうしよう。あ、厳しいな。どうしよう。無理だ。はい、今ですね、砂糖を混ぜ終わりました。次、卵をね、4つ入れていきたいと思います。あ、やばい。殻入った。やだ。混ぜていきます。今卵4つ入れてるんですけど、この後小麦粉も入れていきます。なんかちょっと何回かに分けて混ぜようかな。このね、フォンダンショコラってほんとズボラな人でも全然できるので、グラム数だけ間違えずに入れたら誰でもほんとね、失敗しないと思う。タルトとかね、作ってみたかった時期あったんですけど、タルトって工程長いのよ。多分ズボラな人とかできないし、私ね、できるだけミキサーとか使いたくなくて、ミキサーってさ、量少ないとさ、飛んでっちゃうじゃん、中身が。あれが嫌で、こう簡単にできる、でも美味しいものっていうのを作りたくて調べてたら、このフォンダンショコラが出てきて作ったんですけど、前にすごいね、上手にできたのよ、その時も。だからね、おすすめよ。フォンダンショコラってさ、一見なんかすごそうなお菓子に見えるじゃん。だけどすごい簡単だから、ほんとおすすめ。学生の子とかさ、今でも友チョコみたいなやつ渡すのか知らないんだけど、私の時は結構さ、友チョコとか流行ってたから作って持ってってましたね。フォンダンショコラとかはまだその時作ったことなかったから、ほんと簡単なガトーショコラとかチーズケーキとかマフィンとか作って持ってってました。なんかこういうのやってるとさ、女子力って感じだね。なんだけど、結構固まるというか、いい感じにね、ぐにょぐにょなるのよ。だからこれを最後までやっていきますよ。そしたらね、こんな感じになんとなく混ぜ切ったら、カップにどんどん入れていきます。この間にね、180度でオーブンを温めておきます。で、余熱が終わったらオーブンで焼いていくよっていう感じですね。じゃあ入れていきます。このね、ポイントとしては、入れた後にこうやって落としてあげたら、この空気がね、抜けるんですよ。これやってあげたらね、最後に焼き上がった時にすごい綺麗になるので、これポイントです。こんな感じに並べて焼きます。10分に設定してスタートします。いけ、美味しくできますように。落下の森完成しました。ワンちゃんちょっと固まりすぎてて、もしかしたらフォンダンショコラじゃなくてそのまま固まっちゃったかも。粉雪ずっとずっとそばにいて。完成。はい、というわけでね、完成いたしました。一回見せますね。ちょっとさ、白いお粉なんで振っちゃって、こんな感じになっております。女子力高いんじゃなくて、
でもいろんなの作りたいな、来年とかはタルトとか作りたい。そしたらね、これがロフトに売ってあった箱、可愛めの箱選んできました。あとね、それと一緒に渡すやつもハートで合わせたの。バレンタインデーっぽいでしょ。そしたらこれをね入れていきます。完成度の高かった2つをこうね入れて、え、むず、これ意外と難しいんだね。あ、いいんじゃない、かわいい。こんな感じで見える、入れました、いいじゃん。これで完成です。イエーイ。全然違う話するんだけど、この前さグレイル購入品をしたじゃないですか。そのグレイル購入品の時にね、あともう1点届くって言ってたんですけど、それがこちらになります。可愛くない？これちょっといきなり購入品紹介みたいになっちゃうんだけどさ、ちょっと商品もちょっと載せますね。これめっちゃ可愛いの。でなんか今日はちょっと短パンに合わせたんですけど、短パンにロングブーツで合わせて、ちょっとこれお気に入りなのよ。色合いがめっちゃ可愛いし、袖感もすごい可愛いの。これおすすめです。皆さんもぜひグレイルも見てみてっていうお話でした。そしたらね、次はご飯作りやっていきます。というわけでね、一通りちょっとご飯の準備も終わったので、あとはなお待ちたいと思います。楽しみ。ちなみにお手紙つけてこんな感じにラッピングしました。はい、というわけでこの後待っていきたいと思います。ラッカ眠り来ました。開けていきたいと思います。おかえり。うん、おかえり。ただいま。なんかお部屋が綺麗だね。うん。どうしたの？見て。え、ご飯作ってくれたの？久しぶりにご飯作ってくれたね。久しぶりじゃないし、いつも作ってるし。え、これは？なんと。バレンタイン？バレンタインでーす。同じショコラだね。そうだよ。これが、うん、なっちゃんが作ってくれる料理の中で一番好き。おい。おいおいおい、それお菓子の中ででしょ。これ一番美味しい、マジで。全部の作る料理の中で盛り出して一番うまい。え、今までさ、ガパオライスとかさ、うん、シチュー、カレー、唐揚げ、うん、炊き込みご飯、いろいろありますが、数ある中でこれが流行る1位。なんでだよ、おかしいだろ。可愛いラッピングでしょ、うん、ありがとう。いいえ、これからちょっとお酒とかも飲みつつね、楽しんでいきましょう。はい、よいよやし、はい、よいよや。せーの、いただきます。おいしそう。じゃあシチューいただいていいですか、僕。どうぞどうぞ。シチューに乗っかしちゃった。うん、どう、初めて作ってくれた。42回目。めっちゃ美味しいね、天才だ。美味しい。うん、久しぶりにご飯作ってくれたから嬉しい。見てないわね。何も何とあるっていうこと。なんでこんなサプライズしてくれようと思ったの。企画でバレンタインサプライズやってみて、やってみてほしいですみたいな来てて、それでやろうと思ってた、ずっと。なるほどね。そうそう、ちょっとお酒も乾杯しましょうよ。コンペイトー。コンペイトー。ごくごくいくね。どうかわしたんだよ。おいしい。なーちゃん、なーちゃんらしいよ。ドラゴン、すごい嬉しいでしょ。嬉しい。最近さ、でもさ、ちょっと忙しくてさ、意外とこうやってちゃんとご飯って食べなかったじゃん。なんか買って食べたりとかさ、こうやって食卓を囲むっていうのが久しぶりだから、すごいそれが一番嬉しいかも。嬉しいね。よかった。ありがとう。いいえ。結構作るの大変だった。まあでもシチューはすぐ作れるから、うん、でもさ、私さ絶対パン派なのね、シチューに、うん、初めて食べるご飯、シチューにご飯っていう概念がもともとなくて、誰かがシチューにご飯食べるみたいな感じで言ってたから、シチューってご飯なんだと思って。シチューのルーのパッケージにさ、ご飯書いてあるじゃん。ポピュラーみたいな、ご飯にかけるって。でも美味しい。フォンダンショコラも味見したけど美味しかった。なっちゃんの料理で一番美味しいから。初めて食べた時の衝撃は忘れられないんだよね。付き合って間もない頃になんかお菓子を持ってきてくれて、なんで持ってきてくれたか忘れちゃったんだけど、すごいそのお菓子がクオリティ高くて、やっぱここら辺で女子力見せとこうかなと思って。なんか歴代彼女みんな上手だったの、割と。あ、そうなんだ。けどすごいって思った、これ食べて。あ、もうちょっと言っとき。じゃあここでですね、改めてなおさんに送りたいと思います。
一応お手紙もついてるのでちょっと読んでいいですか。お願いします。このゆるいクマさんはなおをイメージして買いました。ちょっと最近ゆるっとしたから体型が悪口だいきます。はい、なおくんへ、ハッピーバレンタイン。今年もフォンダンショコラ作ったよ。いつもたくさんありがとう。なおといる毎日が楽しくてあっという間だよ。これからも一緒に思い出作ろうね。 I love you。 レッツミ。涙は？どうやって出すの？今のメッセージで。ありがとうございます。今日はタイトな時間での創作でしたので、うんうん、文の方もタイトになって、はい、なるほど。文もタイトにやらせていただきました。ありがとうございます。自分がいなかった数時間で作ってくれたんだね。そうだよ。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。素晴らしい女です。ありがとうございます。ラコの森。食べていい？いいよ。じゃあ開けてみて。アップン。かわいい包装してくれたんだね。これもともとだよ。え？へえ。あとね、横にスライドするだけなのこれ。ほどくなってこと。絶対ほどくじゃん、こんなみたいだったら。じゃあさ、この箱いくらだと思う？え、これ？うん。当てるよ。うん。600円。え、なんでわかんの？え、この箱だよ。600円もするように見える？見えるっしょ。嘘。え、だってこれもでしょ。だってセットじゃないよ。え、違うこれ。これまた別だよ。あ、そうなの。その袋は？これは200円。400。高っ。あ、そういうことで、じゃあちょっとチンしましょうかね。チンコ。うん、チンしようね。お願いします。はい、いただきます。どうぞ。これね、美味しいんですよ。美味しそう。固まってる？固まってる。全部？うん、やりすぎたわ。美味しい？これがうまいんだよ。え、全部固まってる？全部固まってる。うま。今日ね、1回目がトロットロだったのよ。味が好きなの？レタンはどっちもトロトロ食べたよ。マジ？うまいよでも。美味しい？ごめんね、ガトーショコラみたいになっちゃった。優しいね、なんでも美味しい美味しいって言って食べてくれて。他のフォンダンショコラ知らないんだけど、多分一番これが美味しいと思う。これが一番美味しいんだ、うん、フォンダンショコラ界で、うん、多分食べたことないんですけど、これ。かわいい。美味しかった？よかった。ほっぺた落ちそうだった。今回はちょっとフォンダンショコラ失敗しちゃって、なので次回はちゃんと頑張ります。来年ってこと？はい。フォンダンショコラ付き合いたての頃は結構集中作ってくれてたのが、かっこいいな。ハッピーバレンタイン。この動画がいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとですね、 SNS、 インスタグラム、あ、最近なおが1万人突破しました。1ミリオンだよ。イエーイ。あ、ミリオン100万人じゃない？それそれビリオンじゃない？ビリオン。シエ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 です。はい、あとね、 TikTok、 2人で最近始めた TikTok もありまして、あとダンス用の TikTok もありまして、もう一つの最近始めた方が日常のアカウントで、あと私も Twitter もあるので、ぜひね、そちらの方もチェックしていただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。